経済産業省省エネルギー課の宇佐美と申しししまますす本日はどうぞよろしくお願いいたします私からは、定局書等作成のポイントと題しまして、昨年度施行がされました改正省エネ法、それから令和6年度提出のいただく定局書の書き方のポイントについてご説明させていただきます。それでは資料の方うを投影,投影いたします。大きく4つの,あの項目についてご説明いたします。 まずは改正省エネ法の概要についてご説明いたします。省エネ法という法律は、まず毎年一定以上のエネルギーを使っている事業者を特定事業者と指定しておりまして、毎年エネルギー使用量の報告を求める法律となっております。昨今のカーボンニュートラルですとか、太陽光などの非化石エネルギーの導入拡大等の背景を受けて、昨年度に法律の改正がされまして、 令和5年の4月1日にあの改正省エネ法施行されました。で、この改正省エネ法では大きく3つの変更点がございまして、あのその3つについてご説明いたします。まず1つ目があのエネルギーの使用の合理化ということで、あの省エネ法はもともとオイルショックを契機に作られた法律ですので、これまであの化石エネルギーをあのエネルギーとして定義着けておりました。ですので、あの基本的には化石エネルギーのあの使用量のみを報告いただく。 ことで良かったんですけれども、あの改正法では、あの非化石エネルギーを含む含むすべてのエネルギー、あのエネルギーと定義づけ。付けましたので、あの令和六年度の報告からは、この非化石エネルギーを含む。ますべてのエネルギーの、あの使用量を報告いただく必要がございます。で、二つ目が、えっと、非化石エネルギーの転換になります。と特定事業者の皆様は、非化石エネルギーの転換の目標に関する中長計画書の作成。 とあととエネルギーのの使用状況の報告を行うことが求められま集中契中約書については令和5年度から様式が変わっておりましてすでにあの目標値を設定いただいているかと思いますので、まあ、これに対する実施状況の結果をです、ね、令和6年度の定期局所にて報告いただくこととなります最後3つ目が電気の需要の最適化になります これは昔は電気の需要の平準化というものでエネルギーの使用量を一定にしましょうというものだったんですけれどもこれは電気の需要最適化というものに変えましてこれが何かといいますと電気の供給状況に応じてエネルギーの使用量を変えましょうねという措置になっております例えば電気がの逼迫しているときは電気の使用量を減らしてその分は電気が余っている時間帯に使うといった形で あの使用の総量は変わらないんですけれども、使うあのタイミングとかをシフトするというのが、この電気の上の平準化となっております。ですので、この平準化の取り組みをですね令和6年度から報告いただくこととなっております。以上があの簡,単簡単でございましたが、改正承の法の概要になります。続きまして、定域報告書の提出方法の変更点についてご説明いたします。 これまでは提供報告書の,作成の提出の方法としては大きく4つの方法がございました。1つ目,1つ目があのとおのり E グスというシステム、あの令和4年度から我々があの提供しているシステムがあるんですけれども、その E グス上で報告書を作成いただいて、そのまま E グスにてあの提出いただくという方法がございました。で残りあの2から4あのについては、あの 共通した方法でございまして、省エネ化が毎年提供していた提供書作成支援ツールというツールがございまして、これは Excel とアプリの2種類があるんですけれども、このツール上で作成したデータを XML、PDF、紙のいずれかの方法を提出いただくという,ような方法がありましたで。以上のこの4つの方法が令和5年度まで提出の方法としてあったんですけれども、えっと、令和この 定局所作戦支援ツールをですね、あの令和6年度からは我々は廃止いたしますので、基本的には e スによる報告書の作成、あの提出をお願いできればと思っております。e スを利用するにあたっては、事前にあの地方経済産業局に、様式43、あの電子情報処理組織使用届出書というあの書類がございますので、それを提出いただく必要がございます。 まだ提出をされてない事業者様におかれましては、事前にこの様式43の提出をお願いいたします。で現時点で稼働している E グスはです、ね、まだあの令和6年度提出用の様式を作成することはできないんですけれども、現時点でも E グスにログインいただいて、事業者情報の登録ですとか、各事業所ですとか、各工場の情報の登録をすることが可能ですので、 令和6年度の報告に向けて、現時点から情報の登録等をお願いできればと思っております。で簡単に e グスによる報告書作成の流れについてご説明いたします。まず、ここに事業者ユーザーというユーザーがございます。 この事業者ユーザーというのは、あの本社で報告書を作,っ作成されて、最終的に国に提出されるようなご担当者のことを想定しております。で、この事業者の,あの取りまとめの方が、まず、経済産業局に先ほどお伝えした y o 四十 i を提出いただくと、あの経済産業局からアカウントが発行されますので、あのそこで事業者ユーザーのアカウントにログインいただきます。で、その後、事業者ユーザーにて、この 次は事業所ユーザーというんですけれども、各工場ですとか、各オフィスの担当の方に、事業所ユーザーというアカウントを発行することが可能ですので、その各事業所ごとにアカウントを発行いただいて、その事業所の担当ご担当の方がです、ね、そのアカウントから自分の事業所のエネルギー使用量等の情報を入力いただくと、最後、この流れで、事業者ユーザーの方のところにすべての情報が集約されますので、 事業者ユーザーはその集約された情報をもとに報告書を作成いただき、あの提出いただくというのがこのイーグスの流れとなっております。まあ、この利点としては、これまでは、あの、おそらく Excel 等を事業所に送って、でそこから 上がってきたエネルギー費量を、ま、あの取りまとめて報告書を作成するといった手順を踏まえていたと思うんですけれども、イーグスを利用すると、その取りまとめとかがあのシステム上で自動でされますので、そういった取りまとめの手間が削減されるという点がこのイーグスの,あの利点かなと思っております。でマニュアル等はです、ね、あの最後にご紹介します参考ホームページに掲載しておりますので、ぜひそちらをご覧いただければと思います。 では続きまして、提供区書作成のポイントについてご説明いたします。えっと、配,布資料配布資料にはですね、すべての提供区書の表の説明を載せているんですけれども、時間の都合上、あのこの時間ではですね、あの昨年度から変更になった表、もしくは昨年度から新しく追加された表についてあの絞ってご説明をさせていただきます。でまずあの工場の提供区書から説明させていただきます。 まずは特定表の表紙になります。これは事業者の情報を記載いただく欄なんですけれども、大きくは変わっていないんですけれども、新しく法人名英語表記という項目と、銘柄コードという項目の2つが追加されています。でこの法人名、英語表記というのは、単純に事業者名をローマ字にしたようなものではなくて、 公式に英語表記の法人名がある場合に記載いただく欄となっております。ですので、そういった法人名がない場合は、ここは記載いただく必要はございません。また、銘柄コードも上場企業の方が持っている4桁のコードとなっておりますので、所有されている事業者のみ記載いただければ大丈夫となっております。続きまして、特定第2票になります。特定第二票というのはエネルギー あの前年度にに使用したたエネルギーを種別ごとと報告いただく表となっておりますでこれまでは化石エネルギーのみがエネルギーと定義づけられておりましたので基本的には種別としては化石エネルギーの項目しかなかったんですけれども法改正によって非化石エネルギーもあのエネルギーとしてなっておりますのであの項目が大幅に増えております。 例えば、ここに非化石燃料といった形でこういう項目がリックされていますけれども、これはすべて新しく追加された項目となっておりますで。注意点としては、一応種別ごとの項目は設けているんですけれども、省エネ法、エネルギーとして使ったものはすべて報告いただくこと必要がございますので、この項目にないエネルギーも使った場合は、あの報告いただく必要がございます。でその時の時報告方法として がですね、化石燃料と非化石燃料で若干異なっておりますので、そこについてご説明いたします。まず化石燃料の報告方法なんですけれども、えっと、ここにこの項目以内燃料をもし使われた場合は、えっと、項目にある燃料のうち最も近しい燃料の使用量に含める形で報告いただきます。まあ、例えばですね、えっと、ここにあの項目がないエネルギーを使,使われたときに、 その燃料の性質がこの原油に近い、近しいものだった場合は、この原油の報告用に含める形で、一緒に報告いただくっていう形になります。で続いて、非化石燃料になります。非較的燃料については、項目へいものは基本的にその他にて報告いただければと思います。ここにその他といってあの か括弧をつ設けておりますので、項目以内エネルギーはここの括弧内にあのエネエネルギー名をあの記載いただいた上でここにあの使用量を入力いただければと思います。まあ化石と非化石でちょっと運用が違いますのでその点ご注意いただければと思います。で特定二票えっともう一点注意点がございますのでご説明させていただきます。 先ほど申し上げたとおりあの、電気の需要の最適化というのは、えっと、以前は電気の需要の平準化というあの措置になっておりました。でこれはあの、まあ、電気の使用量を一定し,しましょうというあの措置だったので、えっと、これまではあのここにです、ね、昼間売電、夜間売電、あと電気の電気需要平準化時間帯の電気量といった形で、その時間帯ごとの,エネルギーあの電気使用量を記載いただく欄がございました。他方であの 公開正によって電気の需要最適化になりましたので、今はです、ね、あの最新の様式ではこの欄はないんですけれども、あの後ほどご説明する、ちょっと経過措置といったあの運あの対応を取る必要がございますので、えっと、令和6年度まではです、ね、この昼間夜間売電とあの電気需要平準化時間帯の電気量を報告いただく必要がございます。ですのですの引き続き続、えっと この時間帯ごとの電気使用量をです、ね、あの整理しておいていただければと思います。で様式には記入欄はないんですけれども、イグス上に入力欄を設けておりますので、そちらにてあの入力、あの時間帯ごとの電気使用量を入力いただければと思います。続きまして、特定第2表1-2、あの電気需要最適化を踏まえた電力使用量の内訳という表になります。とこれは新しく追加された表になっておりまして、 えっと、電気需要最適化減単位の算出に必要となるあの月別もしくは時間帯別の電気消費を報告いただく欄となっております。で先にあの電気需要最適化減単位っというものについてご説明いたします。ここに2つの減単位をあの記載しておりまして、エネルギー消費減単位と電気需要最適化評価減単位の2つがございます。エネルギー消費減単位はあのご存じの方、多いかと思いますけれども、まああの ま端的に言うと、製造業とかの場合は生産量あたりのエネルギー使用量のことを指しております。A, A にこのエネルギー使用量がありまして、そこからあの複製エネルギーですとか、まあ、購入した未利オ熱等のもろもろを控除いただいて、まあ、最後、そのエネルギー使用と密接な関係を持つ値であの割った値というのがこのエネルギー消費減単位になっています。でこの電気上最適化減単位というのは、まあまあ、ちょっとあっ、 別の係数を使ったものになっておりまして、このエネルギー使用量のうちですね。系統電気に関して、電気業最適化係数という係数をかけたあの係数となっています。ここにあの係数を載せております。けれども、例えばあの再熱力制御時にあの使用した系統電気にはこの3.6という係数をかけ,かけます。 でこの電力需給が厳しいときに使用した系統電気にはこの12.2という係数がかかります。で、この系統電気のみ、こういった形で係数が異なりますので、まあ、このエネルギー消費減単位と電気需要最適化減単位の違いというのは、まあ、系統電気にかかる係数が違うという、そういった差になっております。で、その上で特定2章1の2に戻りますけれども、えっと、まあ、要はこの 例えば月別を選ばれた場合はこの月ごとのケースが異なりますし、時間帯別を選ばれた場合はこの時間帯別のケースが異なりますので、この表にはですね時間帯別と月別のいずれかの電気使用量を記載いただく必要がございます。月別か時間帯別かは、事業者の事情に応じて選択することが可能ですので、どちらかの時間帯について記載いただければと思います。この例は、 記載例は時間定別を選択された場合の記載例になっております。この両方を書くことはできませんので、必ずどちらかに絞った形で記載いただくようお願いいたします。でここに中として書いているんですけれども、入力の際の EX で入力する際の注意点になります。時間定別を選択いただいた場合はです、ね、ここに時間帯別の電気使用量を入力いただければ、自動で EX 上でここにあの えっと、換算がされる設計になっていますので、時間帯別を選択された方はです、ね、あの時間帯別の数字をいくつに入力いただければ問題ございません。他方で月別を選択された場合はです、ね、あの別の方法を統一しございまして、省エネ化が4月中に、ね、Excel の計算シートを公開します。でその計算シートで、月別の数値と原油換算キロリットを計算いただいて、でその そこで計算した数字をですね、ここに転記いただくっていうあの手順を取る人がございます。ですので、えっと、e、EX 上では、その、月別の使用量の、あの、換算係数の計算ができませんので、必ず、あの、10日が公開する Excel を使っていただくようお願いいたします。Excel の公開は7月を予定しておりますので、あの、それをお待ちいただければと思います。 続きまして、特定代表1の3になります。これが電気の需要の最適化に資する措置を実施した日指数になります。ディマンドリスポンスという言葉がありまして、これは何かというとです、ねあの、電気の供給状況に合わせて、電気の需要を減らしたりあの、増やしたりする取り組みのことを指しております。例えば、電気が余っているときにあの、あえて電気の使用量を増やすですとか、逆に電気が足りないときは、あの電気の使用量を減らすといった形で、 電気の供給状況に合わせた取り組みのことを我々 DR と呼んでおります。でこの表はその DR を取り1年間のうちで DR を実施した日数を報告いただく表となっております。でここに表で例を載せておりますけれども、まあ、DR を取り組んだ日数を記載いただきます。で注意点は、えっとまあ、例えばあの供給状況と逆の取り組みはカウントすることができませんので、 例えばこの、この場合ですと、電気が足りてないにも、電気が逼迫しているにもかかわらず、電気の使用量を増やすといった形であの逆の動きをしておりますので、これはカウントすることはできません。で基本的に DR というのは、いつあの、例えば再エネ出力制御時だったり、この逼迫時じゃなくても、一応取り組みをすればカウントすることが可能です。ここのの番番とか4番はですねこの 平常時でも、えー、とカウントすることが可能です。ただ、その平常時については、あの一,定のボ一定のラインをです、ね、がありまして、そのラインを上回るあの、えー、と需要の増減をしないとカウントすることができないので、その点あのご注意いただければと思います。他方で こういった出力制御時とか逼迫時については取り組みをすればボーダーライン関係なく感動することが可能ですのでそこの違いにご注意いただければと思います。でその上でこの例ですと9日間 DR を実施しておりますのでこの場合は9日とこの表に記載いただければと思います。で指定工場とが複数ある場合はその複数ある指定工場のうち最も回数の多かった日数を記載いただければと思います。 あの工場の合計値ではない点、ご注意いただければと思います。続きまして、特定第4表になります。この表は先ほどご説明したエネルギー消費減単位を記載いただく欄となっております。表自体は変わっていないんですけれども、ちょっと注意点がございますので、ご説明いたします。特定第4 におおける経過図とししてて記載しておりますこれが何かと申しますと、まずは特定第4票の考え方になるんですけれども、特定第4票というのは、ここに原単位が毎年入ってきてですね、その前年の日をここに記載することになっております。 でここに5年間の減退位が入りましてで、ここにそれぞれの対前年度比が入りますとで、ここに最終的に5年度間の平均減退位が入りまして、でこれが91%改善、99%以下だと、省エネ法で S クラスに位置づけられるといった形で、省エネ法のクラス分け制度というのは、この5年度間平均減退位をもとにやっております。でその際に、令和6年度からは、 光石エネルギーもエネルギーに含まれますので、例えばここに赤字で書いてるんですけれども、光石、えっと、エネルギーも含む原点がここに入ってくることになります。他方で、えっと、2022年度については、まだ法改正前の数字ですので、火石エネルギーのみを含む数字になってます。で、この2つを一概に比べてしまうと、 定義の異なるエネルギーを比較することになってしまうので、えっとまあ、正確なあの指標にならないということで、と令和6年度はです、ね、経過措置として、同じ括弧の中にあの、法改正後の数字と法改正前の,あの化石エネルギーのみの数字の両方を記載いただくこととしております。その上で、比較する際には、この改正前の数字同士であの比較をして、あの5年度間平均減単位を出すこととしております。 ですので、令和6年度はです、ね、一応、崩壊性後の減退が入ってくるものの、5年度間平均減退の計算には使われないというふうになります。で翌年度以降からどんどん崩壊性後の減退がここに入ってきますので、まあ、5年間かけて徐々にすべての数字が崩壊性後の数字になるといった、そういった経過措置を設けております。で先ほど申し上げた平準化についても、要は、 ここは最適化で、ここは平準化といった形で、比較できない数字が入ってきてしまうので、それも経過措置の一環で,で、ここに平準化の措置を踏まえた数字が入ってくる必要がある関係で、令和6年度までは平準化に関する昼間夜間売電と電気上平準化時間帯の数字を報告いただく必要があるというふうになっております。その上で表の書き方なんですけれども、 えっと、改正後のえっと数字については、こういったあの括弧なしの数字であの記載いただいてで、法改正前の数字については、この括弧の中に記載いただくといった形で書き分けていただければと思います。でちょっとあの書き分け、なかなか大変かと思いますけれども、イーグスであればですね、あの 基本的にはエネルギー使用量をさえ入力いただければ、自動でこの括弧内に数字入れるとすとか、括弧の外に改正後の数字が入るという書き分けが自動で行われますので、そういった観点からも E グスをぜひお使いいただければと思います。続きまして、特定代用表の3、非活性計認義の使用状況についてご説明いたします。この表、3つございます。 えっと、3の1が非化石電気の使用状況、で3の2が定量に関する使用の状況、3つ目がその他の使用状況という欄になっております。まずあの3の1、非化石電気の使用状況になります。これはすべての特定事業者が記載いただく必要がある欄になっております。えっと、今年度の,あの中長計画書にて あの電気全体に占める非化石電気の目標値を設定いただいたかと思いますので、それに対するあの取り組み状況を報告いただくのがこの表になっております。一番右のこの目標欄には、あの中長契約書に記載いただいた目標をまず記載いただいて、でその後、この使用状況のところに2023年度の実績値をあの記載いただくようお願いいたします。 で続きましてあの3の2の表になります。これはあの業種ごとに国が設定する目標定量目標の目安に関して、その実績を記入いただく欄になります。でこの目安というのは、現在あの5業種、あの特定の5業種のみがあの指定されておりますので、その5業種の事業者のみが記載いただく表となっております。でここに5業種というのはここにあの記載をしておりますので、ここに該当する事業者の方は、この欄をあの記入いただくようお願いいたします。 でまあ、併せて、あの中中契約書でも、あのの目安に対する目標を設定いただいていると思いますので、一番右はですね、あの中中契約書で設定いただいた目標をまず記載いただいて、でその後、この,定量,目安の目定量目標の目安の欄には、あのここで定まっている目安の数字をあの記載いただくようお願いいたします。でその上で,、えっと、で、2023年の実績をここに記載いただくようお願いいたします。 最後特定4票3-3ににななりりまますすこののは今申し上げたように全事業者が設定されている電気の目標あと5業種の方が設定される目安に対する目標以外に目標を設定されている事業者がおられましたらこの表にそれに対する実施状況を規制いただければと思います。 最後、特定4票3の4ですね。この表には、特定4票3の1から3の3の,あの非化付エネルギーの使用状況の算出にあたって、あの根拠となる情報を記入いただければと思います。まあ、記載例にもありますとおり、まあ、どういった計算をしたかですとか、まあ、どういった証書を使ったかですとか、あの根拠となる情報をあの記入いただければと思います。あの定性的な文言ででもいいですし、まああの 計算式のような定量的な情報でも結構ですので、あの必ず記載いただくようお願いいたします。で、えっと3の13の2。例えばえっと合業種に該当する事業者の方は3の1と3の2の表2つをあの記入されると思うんです。けれどもまあ、こういった形でそれぞれについて、あの本拠なの情報を記載いただく必要がございますので、その点ご注意いただければと思います。 続きまして、特定第5票のあの電気需要最適化評価減単位の改善という表がございます。これはあの新しく追加された表になっておりまして、あの電気需要最適化評価減単位が1%以上改善できなかった場合、もしくはえっと前年比であの改善できなかった場合について記載いただく表となっております。あの改善状況に応じて、派か2か、それともいずれかについて、両方について記載いただくようお願いいたします。 注意点としては、2ポツ目の前年度に比べ改善できなかった場合というのは、前年度と同じだった場合も含みますので、前年度と全く変わらなかった場合についても、この表は記載いただくようお願いいたします。次が、非化石エネルギーの使用状況の向上になります。これも今の5-2の表と同じく、非化石エネルギーの使用状況が改善しなかった場合、 あの前年度と同じだった場合も含みますけれども、必ず記載いただくようお願いいたします。続きまして、特定第9票、その他事業者が実施した措置として、措置になります。この表自体はえっと以前からありましたけれども、の2の電気の需要を最適化に資する措置に関する事項という表が追加されております。この欄もあの記載いただくようお願い、そういった 記載できるような内容がございましたら、まあ訂正的な内容とあの記載いただければと思います。えとこの九九の三についても同じく追加されておりますので、あの訂正的な事実も含めて記載いただくようお願いいたします。で次がと。 5番の,あのその他事業者が実施した措置として、あの今年度提出いただいた中長計画書等で,です、ねあの、非化石エネルギー転換に向けてあの、どういった内容を取り組むかっていうあの計画を立てられていたかと思いますので、それに対する取り組み状況をあのここに記載いただければと思います。まあ、ここにあるなしがありますので、あの中長計画書に記載いただいていないものについてもあの、取り組みをされたものがありましたら、ここに記載いただければと思います。 でこの実施状況の欄は、えー、と丸×三角、もしくはハイフンで記載いただく欄ですので、それ以外の、あの例えばあるなしですとか、そういった記載はあのせずに、丸×三角、ハイフンのみを記載いただくようお願いいたします。続きまして、特定第12章、二酸化炭素の温室効果酸定排出量等についての,あのご説明になります。 まず最初に特定12票の位置づけについてご説明いたします。えっと、特定12票はですねあの、ちょっと省エネ法とはまた別の法律、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づいてあの記入いただいている票となります。えどういうことかというとですね、あのえっと、省エネ法の特定事業者はですねあの、地球温暖化対策の推進に関する法律、まあ、通称温帯法というんですけれども、 の特定排出者にも該当しますですので、特定排出者に該当しますので毎年 CO2 の排出量を国に報告することが義務付けられています。他方で、省エネ法と温帯法、それぞれの法律で異なる様式で提出をすると、それは事業者様の負担にもなるかと思いますので、この温帯法の報告はです、ね、省エネ法の特定12票を利用して報告していただくこととなっております。 ですので、あのまあ、特定事務の情報はです、ね、基本的には温帯法のに基づいてあの報告いただいているとあのご理解いただければと思います。その上で毎年あの結構ご質問いただくんですけれども、この CO2 排出係数というものがあるんですけれども、まあ、結構7月中旬ぐらいにこの係数が入れ替わるんですね。で、報告、まあ、ちょうど7月末が報告書の締め切りなので、まあ、締め切り間際に、 ケースが変わって、その差し替えが必要なのかとか、そういうご質問を毎年いただきます。で、結論としては、差し替えをする必要はなくてですね、あの報告書の提出時の最新の係数を使っていただければ、あの差し替え等をしていただく必要はございませんので、えっと、令和6年度についてもですね、7月中旬号に係数の,あの変更が予定されているんですけれども、その変更前に報告書を提出いただいた場合はですね、もうその報告書を持ってあの、えっと、 問題ございませんのであの、特に差し替え等は必要ない点、あのご認識をお聞きい,いただければと思います。では、特定順位表の説明に入らせていただきます。まず、は特定順位表の1位ですね、これがの事業者全体の,の CO2 排出量報告をいただく欄となっております。でこの表あの、大きな変更点としては、これまでは1個 1>, 1, 個の表だ1個の項目しかなかったんですけれども、令和6年度からは、廃棄物の燃料としての使用、または廃棄物を原材料とする燃料の使用に伴って発生する二酸化炭素についても報告する必要があります。その表がここに追加されております。ですので、この廃棄物に関する CO2 については、ここに入力いただくようお願いいたします。注意点は、ここの数字は、 この全体のうっついうというわけではなくて、こっちは廃棄物を除いた CO2 排出量。で、こちらが廃棄物の CO2 排出量ですので、うっついではなくて、完全に別物としていう点、ご注意いただければと思います。次は特定12票の4ですね。えっと、新しく都市ガスに関する、あの、 係数を報告いただく表が追加されておりますでここにはですね、あの年月の使用に伴う CO2 の排出の算定に用いた係数をあの報告いただく必要がございます。えっと、ここに係数をあの入,力いたあの入力いただいて、ここにあの係数の根拠ですね、入力いただく。で、その係数をどの工場で適用したかという情報を入力いただくなんとなっております。 年月の,の係数というのは、2024年6から7月にあに公表と,いうとなっております。でえっと、契約している事業ガス事業者がです、ねその係数を、その係数を利用する場合は、6月、7月の係数の公表を待っていただく必要があるんですけれども、他方で、そのガス契約しているガス事業者がです、ね、係数の公表をしない場合は、 その6月、7月を待っていただく必要はなくてですね、代替値という、もともとある数字を使っていただければ大丈夫ですので、えっと、その公表するかしないかはガス事業者様に問い合わせいただく必要があるんですけれども、まあ、基本的には公表はしないと聞いておりますので、まあ、公表しない場合のほうが多いと聞いておりますので、まあ、その公表がされない場合は、6、7月の公表を待たずに、代替値にご報告いただければと思います。 次が特定順位表の3の三4ですね。これは電気の使用に伴う二酸化炭素の、えっと、温室効果ガスの算定に用いた係数を入力いただくようとなっております。この表は、えっと、昔からあった表なんですけれども、ちょっと間違いが多い表になりますので、ちょっとこの場でご説明いたします。この表はですね、あの電気の、今,今都市ガス、先ほど都市ガスでしたけれども、今度は電気の係数等を入力いただくようとなっております。 でこのときにあの、一応、電気メニューごとの係数っていうのが毎年公表されまして、まあ、事業者様にその係数を入力いただくんですけれども、まあ、基本的にはです、ね、この残差というあの係数が該当します。まあ、通常の契約、電気の契約をしている場合は、残差というあのメイ係数が入りまして、ここにあるんですけれども、なので、基本的にはこの残差というメニューを選んでいただければと思います。 でまあ、特別なメニューとかを契約している場合はそのメニューごとの,あの係数を入力いただくんですけれども結構その毎年残差メニューを書くべきところをあの特別なメニューの係数を書いてしまっている事業者様があのいらっしゃいますので、えっと、まあど,のどの係数が正しいかあの逆に残差じゃないのかとかそういった点でちょっとあの係数あのご注意いただければと思います。 続きまして、特定順章の4の5、6ですね。これは都市ガスに関する係数を記載いただくようになっております。で内容は基本的に、熱に関する表になっておりますで。運用は基本的に都市ガスと同じでして、まあ、6、7月に係数が公表されるんですけれども、まあ、それは契約して、熱供給事業者が係数を 公表する場合のみ待っていただく必要がありまして、係数を公表しない場合は、代替値を使っていただければと思いますので、これもちょっと、熱事業者様に確認いただく必要があるんですけれども、その公表するかされないかに応じて、係数を記聞きさせていただければと思います。 次はですね、あの特定順表6の3になります。これも新しく追加された表になっておりまして、あのグリーンエネルギー二酸化炭素削減相当量について、あの算定に用いたあのグリーンエネルギー証書の種別ごとに、あの二酸化炭素の排出量を記入いただく欄となっております。あのまあ該当する証書等をです、ね、使われている事業者様におかれましては、この欄にあの記載いただくようお願いいたします。 以上が工場の提供をご説明になりました。で続いて、入試の報告書の作成のポイントについて、少し簡単なんですけれども、ご説明いたします。まずあの、第1票ですね。えっとまあ、様式、基本的には変わってないんですけれどもあのあの、非化石エネルギーも報告対象に加わったことに伴って、新しく内非化石という欄が追加されております。 もし、ひかきエネルギーを使われている場合は、いいいたただくようお願いいたします次が不評1から3ですね。これについても、先ほどと同じく、ひかつきエネルギーを報告できる欄が追加されております。この括弧で区切られている欄なんですけれども、この欄にひかつきエネルギーを記載いただくようお願いいたします。 で次がです、ね、あの第5表の2になります。この表は、非化石エネルギー事業者の使用割合を報告いただく欄となっております。で非化石エネルギー事業者を使われている場合は、ここに実績という欄がありますので、その台数を記載いただく必要がございます。でこの表の注意点としては、あの非化石エネルギーを使っている場合のみ書くのかということ、そうではなくてです、ね、すべての事業者様に記載いただく必要がある欄となっております。 でどこを記載する必要があるかというとです、ね、まずここに2030年度目標を記載する欄がございます。でこの目標はすべての事業者様において設定いただいておりますので、まあ、一応すべての事業者様、あのここに書く目標があるということで、この目標欄、必ず記載いただくようお願いいたします。また、ここの,あの自家用および荷主専属輸送に使用する貨物自動車の合計という欄がありまして、この欄は非化付き自動車の台数ではなくてですね、あの この自家用及び荷主専属輸送に使用する貨物自動車の合計を書く欄ですのであの、非化石自動車、エネルギー自動車を使ってなくても、この欄はあの必ず数字が入ってきますので、この目標値とこの,この欄はです、ね、あの必ず記載いただくようお願いいたします、はい。簡単でございましたが、以上が荷主の報告書のポイントでございました。 続きまして、中長計画書作成のポイントについてお話しいたします。中長計画書は今年度すでに様式新様式でご提出いただいておりますが、来年度また提出いただく際に、ここはまた注意して記載いただきたいという点をご説明させていただきます。まず1個目が非化石エネルギーの転換に関する計画ということで。 あの今年度すべての事業者様において、使用電気全体に占める非化石電気の,あの目標値、2030年の目標を設定いただきました。今年度設定いただいたんですけれども、令和6年度にあのより高い目標に更新いただくことも可能ですので、自社の現状の非化石アリアを踏まえて、それを上回る目標値を設定いただければと思います。例えば、電気を購入されている場合は、 もともとそこに含まれている電気、電気にも非化石電気は入っておりまして、例えば購入している電気の非化石比率がもともと40%にもかかわらず、あの目標値を30%とか設定すると、まあ、現状よりも低い目標を立ててしまうことになりますので、まあ、そこはちょっと避けていただいて、ですね、まあ、自社の今の非化石比率がどれくらいかっていうのを踏まえた上で、それを回る目標を設定いただければと思います。 もし今、現時点でその目標がその現状下回っているですとか、また今年度、現状が分からず目標を設定することができなかった事業者様がいらっしゃいましたら、令和6年度はですね必ず設定いただくようお願いいたします。次があの 定量目標に関する目標ですね。これも五業種に該当する事業者の皆様は、今年度設定いただいていると思うんですけれども、状況を見て、もしより高い目標の設定が可能でしたら、令和6年度ですね、より高い目標に更新いただくようお願いいたします。最後はです、ね、荷主の報告書のポイントになります。荷主も同じです。令和5年度の報告書す。 あの報告時にですねあの非化石エネルギーに関する目標を設定いただいていますけれども、自社の状況を踏まえて、より高い目標の設定が可能でしたら、令和6年度の,あの報告時に、より高い目標への更新をお願いできればと思います。最後となりますが、じゃあ以上の,あの表の書き方の説明を踏まえて、じゃあ令和6年度の報告にあたって、どういった情報が必要になるかというあのご説明になります。 まあ大きくあの6つの追加項目がございます。まず1つ目が非活気エネルギーの使用量ですね。あのこれまでは報告対象ではなかったので、あの記録とかあの測定をしていなかった事業者さんももしかしたらいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、令和6年度の報告からはその情報も必要ですので、あの非活気エネルギー等のです、ね、使用量を整理いただくようお願いいたします。それからあの 購入した熱とか電気の種別ですとか、非化石 u r に関する情報、まあ、今購入している電気メニューの,その非化石割合がどれくらいかとか、そういった情報も目標設定する上でも必要ですし、あの非化石エネルギーの使用状況を報告いただく上でも必要な情報ですので、あの整理いただくようお願いいたします。まあ、これらの情報、令和6年度の報告に必要となりますのであの、一応7月末が報告期限ですので、 4月からこういった情報を集め出すとなかなか時間がかかるかと思いますので、今のうちから情報の整理をお願いできればなと思います。最後になりますけれども、関連リンクということで、省エネ法の報告する上で、参考になる情報を載せております。まずの改正省エネ法に関しては、省エネ法の概要をまとめた手引きですとか、 あと、報告書の書き方については、金融容量というマニュアルを用意しております。また、少年法ヘルプデスクも我々用意しておりますので、もし法律についてご不明な点がございましたら、このヘルプデスクまでご連絡いただければと思います。でこ4つ目の定評区集中企画書についてのページには、途中でご説明した最適化減単位の計算をするためのエクセルを このページに掲載予定ですので、4月中に掲載いたしますので、随時このページをチェックいただければと思います。温帯法関連としては、特定12票の元となる温帯法の情報が、この SHK トップページというところにまとまっておりますので、そちらをご確認いただければと思いますし、排出係数は、この排出係数1段というところにまとまっておりますので、そちらをご確認いただければと思います。 で最後、E グスについては、E グストップページからログイン画面に飛ぶことができますので、E グスご利用される際はあの、こちらからログインをお願いします。またあの、操作マニュアルも準備しておりますので、えっと、そちらをお確認の上あの、操作いただくようお願いいたします。はい、それではあの、私からの説明は以上となります。本日はお忙しい中、長時間にあたってご清聴いただきありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。